すごい。やばい、ナノホのラストショールームに一緒出演しちゃった。やばいやばいやばい。やばい。めっちゃ天ライトすげえ。こんばんは。え、ちょ、ミカナにな、聞こうと思ったことあんねん。何？もしな、明るく染めようと思うんで、ね、髪の毛、うん、うん。何がいいと思う？どんなのがいいの？でも、茶色が一番似合うと思うから。あ、前ぐらいの？うんうんうん、なんか明る、前よりちょっと明るめの茶色くらいがいい。今のミカナくらい。あ、今のミカナよりちょっと暗いくらいがいい。ああ、ね。暗いくらいだった。何やねん。おもろい。なんなん？暗いくらい。うん。フランフラン的な。おもろい。しょうねえよ。おもろいな、みんなな。大爆笑っていっぱい来てる。大爆笑。絶対嘘や。タワーすげえ。かんつきさん、まこっちゃん。どうも。うん、ありがとうございます。でもそれ星、レインボーの星。ナナホはアッシュ系とか青系に合いそう。え、ナナホは絶対黄色系の方が似合う。黄色系、うん、何やろな、最初くらいの方が似合うと思ってたけど。あすみちゃん、イエベアキって感じ。あー、それはそうかもしれん、うん、ゆかる、こんばんは。え、めっちゃタワーある。レインボー、みずきちゃん、ゆんちゃん、ゆとか、ありがとうございます。めっちゃすげー。そんなそんな私なんかに、タワーを。京都ちゃん、リオが出させたのか。あ、ちょっと分かった。なんだ。怒られる？うん、怒られる。カナピー。こんばんは。アキさん、応援です。今日は。ありがとうございます。すごい。いっぱいタワーありがとうございます。今日は私のラストということで。すげえ数えられへんタワーの数。すごい、ペンライトも一生なんか振られてる。ポニーテルめっちゃ痛い。今日はね、髪結びました。タワー20分ある、やばやば。お話し会行きたい、ね、お話し会したい。すげえ、ありがとうございます。やろな、最後に。実感がないんです。レインボースターもめっちゃある、ありがとうございます。すごい、今日は荷物いっぱいおばさんになりそうです。なんかめっちゃ、なんやろ、ボビーブラウン、なんかくれた。お目めちゅるちゅる。なんやろこれ、ちょっと分からへん。こんにちは、ありがとうございます。実感がね、今日公演見てください。私もないです。ぜひ。あのアホなんですけど、実感なさすぎて、出口ゆいなとアイライン切れ、入り時間前にお寿司食べました。やばい、ね、今日な、この目の下にちょっとラーメン入れたらめっちゃ痛くなって、その縫ったところが焼けるように熱くなって、やばーと思ってすぐ取りました。ちょっとまだついてるけど、合わんかったんかな。なんか焼ける感じに熱くなって、今日なんかあれですよね、荷物がロッカーに入れれないんですよね。なんでですか。相変わらず、そう、なんかみんなさん、あんた今日最後やろって言って、もうほんまにな。首から目でどこが一番好きですか。ここの中で何ちゅう質問しますけど。ライオンさん、タワーありがとうございます。すごい、ここで一番好きなのは何ですか。冷凍庫の、そう、ジーワカランさん、何ですか。冷凍庫のジーワカランさん、ごめんなさいね。ツイッターで私のことをアイコンとヘッダーにしてくださる方がいっぱいいて、びっくりした。目が好きなん、おでこ、美味しい、肌、二重。なんかさ、インタビューとかですごい熊タワーがいっぱいや、取材とかでね、タボさんありがとうございます、自分の好きななんかチャームポイントどこですかとかいう質問あるんですけど、すごい、ありがとう。え、手だね、27本タワー、やば、チャームポイント。レッスン靴はね、でもよく目は褒めていただけますねとか言うんですけど、ほんまにメイクさんからね、なんか宝探しみたいに口の形みたいなんでね、めっちゃプレゼントくださいました。前髪ってことは、みかんのがこの前髪じゃなくなったら好きじゃなくなるってこと。メンバーからもピアスもらったり服もらったり、いろいろ。みかんの眉毛が好きです。嬉しい。そんな眉毛とまつげが好きです。そんなメイクやんけってな。
そう、そういうのね聞かれてもいつも困っちゃうからね。今日アイシャドウはゆうちゃんにもらったアイシャドウ使ってます。イエイ。ゆうちゃんがねアイシャドウくれてん。でも目の釣り目は好きかも。ちょっと釣りなんよ。ちょっとな。釣り目の人が好きやから。ありがとうございます。釣ってんのは好きかも自分で。そんくらいかな。なんかね明らかんとしてますよね私。自分でも思います。今日は最後の曲は何をするのかお楽しみに。お前テンションおかしいね今日。何分までか決まってないです。そう釣り目の人が好きですね。なんかみんな全然そんな感じせへんと思うね。でも顔大丈夫かな。いつも通りすぎて逆にそれな。そうでも公演後はショールームしないって決めました。垂れ目メイクしないの。もうステージで終わろうと。結構アイラインで垂れさせてるけど。もばめはあの終わったら送ります。やばいなマジで今日言うことほぼ決まってない。うわ心配やねん。だから逆にそこでもなんとかなるから今日はなんかなんか知らんけどなんとかなるかな精神でいきます。メンバーのショールームに現れない。あー分からへんそれは。現れとく。あじゃあ現れてんねんもう。突っ込んでくれた。味方で突っ込みやもんな基本。そんな笑う。突っ込んでくれたんだけど。なんでな。ミカってさ基本突っ込むタイプやん。突っ込まれるのめっちゃ嬉しい。マジ？だっていつもさミカナが大体ボソッと突っ込むやん。うん。多いもんな。嬉しい。ナノホいつ卒業撤回すんの？いつすんの？めっちゃ言うないつも言うな。会うたび言ってんすよ。昨日誰かに言われた。誰？あチヒさんかな。卒業撤回は明日ですかみたいな。いつすんの？いつですかね。いつするん？もうすぐ卒業しちゃうらしいですけど、それまでにしないと。やばい、ほんまにもう、ほんまに。いつすんのやろうな。まだ待ってるわ。強すぎる。ね、こんな自由なんですよ最後。いやその方がいいよ。なんかしんみりしてやるよりはさ、なんか元気な方がよくない？自由でごめんなさい。髪の巻き具合めちゃくちゃ良くない？それなほんまに今日緩め。いつももっとなんかグルングルンにしてるけど、今日着てるロンティーのソディギャルっぽくて可愛い。昨日の夜ぐらい、ジェイダーです。なんかもう楽しんでやろうと思って、楽しみやなって思って。メイクを教えて、メイクを教えてって、何を教えたらいいの？思うんやけど、メイク教えてって言われても。待って、ミカニャンの髪の毛の巻き方研究してます。マイこういう日はもうメイクさんやで。自分じゃないからミカのもわからん。昨日のインスタのメイク変えたよってやつ答えは何ですか？答えはあの目の瞳の下にキラキラのシャドウを入れました。あのほぼみんな正解してた。さすがと思って。追えないんですけど、タワー送ってくださった方とか、よう見てんなと思いました。ありがとうございます。すごいね。あの動いてる風にしてたら あれすごいね。なんかそうキラキラ、ね、今日入るよって方はよろしくお願いしま
ありがとう。誰？なんかさ、声で誰かって分かるやん。絶対さ。あ、誰々が今ここにおんねんやみたいな。絶対みんな分かるやん。YNN ネタぶっ込んでたんですけど、あの視聴者3人なんでね、あのコンテンツ多分誰も分からんと思いますけど、今日は早く全部終わらせたんでもうめっちゃ時間あります。でもご飯食べたから今日いい、めっちゃ今日なんかめっちゃいいご飯じゃなかったなあ。見た見た。なんかでもたまに悪くない、もうなんかいつも通りのやつとハンバーグみたいな、なんか美味しそうだったな。うん、めっちゃ、うん、誰も食べてなかった。かわいそうに。珍しくない？せっかく買ってきてくれた。珍しくない？ウィンクがご飯を食べないのは珍しいよ。食欲旺盛。みんなすぐ食べるからな。そうやね。じゃあ楽しんでね。ありがとうございます。ポニーテール痛すぎ、ね、なんか想像つかないですよね、私が今日。痛い。全然緊張してる。マジまつげなんか違う感じに見える。気のせい。気のせい。一緒やもん。これは最後に言ってることもあるけど、一緒やで。ほんまになんかこうやってね、私のことを好きになってくださる方が、まつげさボッサボサすぎて汚いんかな。本当になんかもう感覚麻痺してさ、わからなくなってるけど怖いですか？もうバサバサで。今日はいつもと違うので、何かはお楽しみ。昨日顔パンパンすぎてやばかったんですよ。なんか。ミカナちゃんお肌綺麗、おお綺麗じゃない全然。一番嫌い。ほんまにパンパンやったんですよ。どうしたみたいな。だから下まつげの描き方知りたい。なんか細いアイライナーで、このこっからここら辺まで細く長く。こっちの目やったらこういう形になるように描いてる。こうとかじゃなくてこうなんていうの、こうカーブするように描いてる。でこっちが一番長くてこっちにかけて短くなっていく感じ。こっちは逆でこういう感じで描いてる。分からん、見えるかな。でこっちが長くてこっちが短く、あんま見えんすよね。でも結構メイクね、結構早く終わったんですけど、いい感じ。わかんねえか。肌綺麗。マシになってんよ。なんでか知らんでしょ。ナナホ本当に好きなタイプそのものだったからあちこちしてた。マジ？やだ、ありがとう。明日から真似するって。真似して。ほんまにな、めっちゃ怖い寝てたよな。わかりやすい。よかった。アイライン綺麗。マジ？まつげかわいい。てるな最近ずっと。どっちが無理やねん。でも日によるよね。こっちが気持ち悪い。メイク可愛いよね、ミカさん。メイク可愛くない？もう動物園？もうやった。動物園かな？うるせえな本当によ。そこさちょっと空いてるやん、しかも。うんうん、だから余計にさ。うるせえよ、あいつら本当によ。騒がしいですね。騒がしいよ、本当に。ほんと騒がしいよ。今日も部屋です。ね、メイク可愛いよね。ユイのメイクの話です。出口やろ、出口。違う違う違う。ユイの今メイクしてるよ、多分。おとなしくメイクしてね。かわいそうに。ここにツッコミ2人いるから止める人いないんや。確かに確かにね。もうなんかね、こういうのもなくなるけど、なんか寂しいよね。なんか普通の友達とはまた違うやん。なんか私本当に友達いないんですよ。なんかいるけどいないみたいな。絶対俺やろ。じゃあ聞いて。じゃあいるね。なんか中学校の友達おんねんけど、そこまでさ深く仲いいみたいな人もおらんねん全然。あ
そんな言ってあっちが仲いいと思ってたどうすんの。見てるかもしれんやろ今。あ、数人おるね、そりゃ数えれるぐらいよ、うんうん、すごいフォローがちゃんと、いや、そうよ、一回中学卒業して消してない。そう、もう関わりを断ちたいの。何人かしかだから残ってないんです。そうだから、でもそう考えたら NMB のメンバーってさ、マジ気が楽よな。なんか女してないやん。なんか中学ってさ、なんかみんな絶対みんなでトイレ行こうみたいな、なんかさ常になんか誰かと行動してなあかんみたいなのがあったから、マジで女したの私苦手なんですよ、うん、女やけど。スレッションの理解ができないみかな。一人で行く、トイレ、ちょ、トイレとかな、ごめんなってる話で、トイレとか唯一さ、なんか、いや、なんていうの、一人に合法的になれる場所じゃない。合法的になれる場所じゃない。合法的に一人になれる場所ですよね、うん、確かに。そう、なんでやろうな、寂しいんやろうな、常に誰かがいないとわかんねんとそう、昔はそういうのはいけてんけど、今 NAB になって一人が行けるようになって、一人行動が好きになってから、ちょっとアイドルの会話じゃねえって言われた。ごめんほんまに、めっちゃごめん。トイレなんか行ったことないけど行ったことないんですけど前なんか誰か公園のうちでお腹痛いみたいな話しとったで、なんか、え、なんかその、あ、なんかしおりさんかな、なんか外付近をなんか刺激するとしてたなしてたよね。てかみかな、あの慰労会、うん、何やっけ、あのナンバクルの、え、なんちゃら会みたいなって、あん、あれの途中で行ったしな。マジ行ったあの、あ、行ったわ行ってた行ってた、振り切れず行ったしなすっごいすっきりした顔で帰ってきたけどね、あの時めっちゃ笑い最後のショールームじゃないね、確かに、すいません、慰労会、慰労会やっけ、慰労会すいません、ほんまに、すいません、本当にこんな最後にこんなショールームしてしまう、すいませんでもツイッターの、なんかツイッターとかインスタの DM とか、次何色に染めますか、髪色、ぜひぜひ送ってください。うん、あ、すっきりしましたって言ってたの。しばらく明るくいたいかな。未来、未来ちゃうわ、みかな、あ、聞いた聞いた見しか合ってない何みかなは髪暗い方がいいね、うん、そう言ってんのよ。そう、なんでな、わからん、 TikTok でいいなって思うの全部髪暗いのよね、名前、嬉しいそう、ほんまにそう、え、うちいいねしたもん、なんか一個、え、でもそう、ずっと見てるっちゃ見てる、やっぱ見てるっちゃ見てるあの見てるけどフォローしないタイプみたいな、あ、なるほどねでもちゃんと見た時にちょっと見るみたいな、あ、そうそう、え、でも一回調べたよね、マジ、うん、調べたんだってちゃんと見てるもん嬉しいやっためっちゃなんかと、なんかあれやな、すごいガチガチしたね。ここでいい話すな、いや、やっぱいい話させてよ。卒業生の電話送って、あ、見ますよ全然。あ、そう、アイスとマフィンと、なんか小さいマフィンがあんねん、それとゴディバのアイスと、なんかみんなに一つずつこう袋入りの、なんかえ、バリ差し入れするやんのバリするやん、え、あれ、あ、見た、見た、あ、見たけど、バリするやんと思って、なんか違う、もともとそのなんていう袋でさ、うん、あの置いてあるやつだったやん、うん、あれだけと思ってたけど、ママがせっかくやからゴディバとアイスとそのカップケーキも差し入れする、バリするやんすげえ、うん、ありがとう、今日は差し入れいっぱいなので、でもなんかマスカットのケーキもらいました、スタッフさんにずっと欲しいって言ってたらね、くれました。明日からグラクロ、マジ皆さんに問題です。今手に持っているものは何でしょう。頑張ります。ヒントは音を出しますね。私は、最後はステージ上でやりきるだけですし、私ね、母校へ帰るのセンターって一番売るときつよな。僕は帰るの一番最後めっちゃいい顔してな、今日あんた好きだった、そういうのそうやった、お願いやから、もうあんたが好きだとかやった、今までで一番いい顔してな、え、あっこそこと道頓堀の一番最後のさ、顔上げるとこあるやん、うん、映るねん、なんかめっちゃ、いい顔って思ってるんや多分カメラさん、あとあのウィンクの銃弾の
でで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 、あ、愛してやる、そう映るよな、うん、なんでなんやろ、あそこいいよ、いい顔してんのよ、バリ褒めてくれる、あそこ、あそこ、あそこな、うん、バリ、バリエロい、ごめん、ごめん、バリエロい顔してんのよ、どこにエロさあるの、ここに、バリエロい顔してんのよ、誘ってきよんのよ。嘘やろ。いや絶対な、もう七法師は共感、共感してるやろ。え、映るかな今日、どうやろな。映らんな、ミカナが怒る。あそこのな、七法なバリエロいから。全然わからへん。誘ってきよんのよ。誘惑の顔して。全然わからへん。みんなも注目してください今日。映れますように。マジおもろいほんま。とか言ってミカの映ったら割り外れです逆にな絶対、いやいや、めっちゃはずい逆におもろいかもそれめっちゃ絶対何の方映してほしいほんまにおもろいそう、何、全然何も話してないけど結構時間経ってるから何分なの全然わからない、全然わからない、これは縄跳びです縄跳びがありました、今日はなぜか本当に、でも長々しすぎて準備してきた、みんななんて答えてたん、ごめん全然見てなかったわ、16分、あ、じゃあそろそろペンだ、終わろうかな、マイク、スプーン、火の用心、リップ、豆腐、最後は楽しみ、ナンバット、いい公演にしたいなって思うし、口の中に唇を全部入れて、どういうこと、不可能、不可能、不可能にしたいと思いますので、よろしくお願いします、ウインナー、体温計、縄跳びでした、すいません、もんない、なので最後までよろしくお願いします、ありました、ということでランキングを読もうかなと思います、じゃあ俺も終わります、ランキング読みます、13位ユー、12位トップティーのおしょうさん、11位ネルさん、10位ももかちゃん、9位やまちゃん、8位ロングソードさん、7位東京特許許可局局長さん、6位ミカナ大好き、5位元気さん、4位タルタルタ、3位四季長尾さん、2位ゴンちゃん、1位ひさとさん、ありがとうございます、8位カナピー、ありがとうございます、みんな7の方見納めしてください、6位がライオンさん、ミカナの方です、5位がアスミちゃん、ありがとうございます、4位がマッチーさん、ありがとうございます、3位がカンツキさん、ありがとうございます、配信の裏側、2位がターボーさん、ありがとうございます、1位がモッチー、ありがとうございます、タワーもいっぱい、ほんまにめっちゃすごい数、ありがとうございました、うつすんかい、そう、取ろう待って、足めっちゃ足が足癖悪すぎありがとうございます、最後の公演楽しんでいきたいと思いますまたね、またツイッターとかあげるのでよろしくお願いします、ありがとうございました、見てください、え、それ終わるまで終わらんやつ終わり時わからんなったありがとうございました、じゃあね、またね。